そうそうそう。こんにちは、デモンストレーターの田原栄一と、フォトグラファー早坂香乃と、中川紗友子です。よろしくお願いします。今日は、新越谷駅のそばのプライスレスモーメント、早坂香乃先生のスタジオに来ています。はい。で、まあ、ここのスタジオが狭いというわけではないんですが、テーブルトップの上にちょっと撮影するものがあるということなんで、今日はこのテーブルトップ上にあるものを撮る、このスリップの製品、クリエイターズクランプ、あ、こう、向きこうですね、クリエイターズクランプ。この製品を使って、テーブルトップを撮るために、これで固定していこうというわけですけど、先生。小物の撮影ってよくされます、はい、そうですね。うん。ちょっとした小物とか撮るときとかに、このテーブル使ったりしてます。なるほどね。はい。では、ちょっと取り付けできるかどうかチェックしていこうと思います。はい。はい。では、このおしゃれな、先生おしゃれですね。おしゃれなテーブルに、このクリエイターズクランプを固定していこうというわけなんですけど、結構これ引っかかるところ小さくないですか？大丈夫？ね、先生。そうですね。こういった時に、このままだと撮影ができないので、ちょっと別の手段考えないとですね、実際はここの張り出し部分とここで押さえるので、この幅分テーブルが出っ張ってないとダメなんですが、残念ながらそこまで出っ張りがない上に、ここちょっとカーブしてるので、うまくかからないといった感じです。どうしたら？どうしたら？ちょっと考えます。で、先生に椅子を出していただいたんですけど、これからこのクリエイターズクランプのクランプをここの椅子に挟んで固定しようかなということでやっていこうと思うんですが、先生これ、これ傷ついたりしないんですか？あ、そうですよね。これ金属でここできてるからそのままつけると心配ですよね。ということで実はこのスリックのクリエイターズクランプにはこのように袋に入ってゴムの板がついています。そう。で、ゴムの板、場合によっては表面に多少黒いのがつくかもしれませんが、これは拭けば取れるぐらいな感じですので、これでこう挟んで固定をすると、先生ご心配だったような木の表面が傷つくんじゃないかなというのは避けることができるということですね。なるほど。こう、はい。ちょっとゴムのとこを押さえながらですけども、作業していくと、こういったことで、手近にある椅子が三脚代わりになっちゃったと。いうことですね。これってスタンドとのに比べるメリットって何ですか？はい、三脚だとやっぱり場所を取ったりとかいうことがありますので、これ場所を取らずにカメラがセットできるということです。まあ高さの調整の自由度とかはやっぱり三脚とかあとはスタンドの方が便利だったりする場合もあるんですけど、手近なものをこうやって固定してしまうと本当に周りに場所取らずに。実は先生のスタジオ映ってないけど、この後ろ結構場所はないわけじゃないんですよ。ただこの場所がどうしてもないときに、こういった形でセッティングができるということですね。なるほど。では実際カメラどうつくかというのをチェックしていこうと思います。はい。はい。今このクリエイターズクランプの先についてる自由運台のクイックシューを外して、先生このカメラは Z ですね、ニコンの。そうですね。はい。マウントアダプターのところに三脚座のところに、クイックシューをつけて、このように取り付けました。これで、あ、取り付けましたね。はい。大丈夫そうですか？ぐらつきません？どうですか？雲台をしっかり締めると、あ、ここです。あ、ここ、そうです。そこが雲台ですね。はい。そこを締めると、ちょっと回転方向。あ、大丈夫そうですね。そこ、今動いてるのは、雲台とこのクランプの間のところの取り付け部分が一旦緩みかかりましたけども、今しっかり固定できました。はい。割合しっかりしてそうですね。そうですね。まあ、これ、下が椅子についてますので、椅子をちょっと引いたり出したりすることでピントが合うみたいな感じで今動かしてますけども、はい。なかなかね、斬新な撮り方という感じですけどもね、三脚だとこう、椅子と違って前後する感じではなかったりしますから。はい。ね、手近な椅子を使って、こうして撮影ができるということで。まあ本当はね、テーブルトップでテーブルを取ったりとか、いう時に使うんですけども、今日はこんな感じで、クリエイターズクランプで椅子に固定して、撮影ということをやってみました。先生どうですか？そう、すごくこれ、手軽で便利そうで、はい、いいと思います。これじゃなければ
ればここにね机につけられるんですもんね。はい、まあ机につけて使うというのはどちらかというと料理動画とかねそういう人も多いんですけども、今そういうことですごく流行ってる製品ではあるんですが、今回はちょっと写真撮影で机につかない場合の対応策ということで椅子につけてみました。はい、意外としっかりつくなということが分かりましたね。はい、はい、はい、かの先生、さやこさん、これ製品どうでしたか？ね、さやちゃんち子供いるもんね、ちっちゃい子が。そうですね、なんかお家でこう三脚とかやって撮影しようとかすると子供がちょろちょろして危ないから、こういうのあるとね、そうですね、引っかかるから、こういうのあると子供通っても足元にね、縁、ね、は危なくなくって、うん、結構便利、使いやすいかもしれないです。なるほど。はい、まあ、お子さん対策にもこの椅子につけたりするとなるかなということですね。そうですね。私も結構家で物撮りした、物撮りというか、まあ、イメージカット撮ったりするんですけど、まあ、そういう時にこうね、周りに、あと私犬飼ったので、犬がちょろちょろして、そうそうそう。倒されたら困るので、なんかそういう意味でね、スタンドがなくて、この上から、ここから上で住むっていうのは、スペース的にも、便利に使えそうです。はい。ね、うんうん、持ってるなっていう人多いと思うんですけど、なんか2本目とかの選択肢ですごいいいかなって思いました。というわけで今回は加野先生、早坂加野先生と、はい、中川さやこです、さやこさんと一緒に、このクリエイターズクランプスタジオで使ってみました。で結構ねスタジオにあると便利かなという感じもしますので、チェックいただければと思います。で加野先生、はい、今日は第何期生の、ああ、10期生です。第10期生ですね。はい。早坂加野先生のところは定期的に、受講生育成講座の受講生を募集されてるんですね。はい、次回はいつぐらいの募集なんですか？次回はちょっと未定です。次回未定。今日初日でアシスタントの、はい、ロキ卒業生のさよちゃんがアシスタントに来てくれてて。はい。はい、ということで、まあ、10期の次、いつ募集かまだわかりませんけども、後で、この下にリンク貼っておきますので、ぜひ、早坂先生のところの生徒さん募集の時もチェックいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。